マウイサウルスは中世代白亜紀後期7700万年前のニュージーランドに生息していた主張流の一族エラスモサウルス科に属する過去には複数の種が本属に分類されていたが2017年の論文でマウイサウルスは疑問名でありレクトタイプに限定されると宣言されたマウイサウルスの名はマウイのトカゲを意味する 当時のニュージーランドの最大の主張竜類で、おそらく最大の水生爬虫類だった。フクゲン図マウイサウルスは、68個という頸椎の、多さとすべての主張竜の中で最も長い首によって、特筆すべきである。マウイサウルスは、全長8メートルに達した。他の主張竜のように、多数の脊椎を持つ細長い体を持ち、柔軟に運動できた。 体の下側には2体の大きなヒレを持っていた。それらは高速で遊泳することを可能にしていたが、海岸には短い時間しか留まれなかったはずである。マウイサウルスは、鋭いラングイバで魚やイカを捕らえる、動物植生動物だった。マウイサウルスの化石はすべてニュージーランド、南東カンタベリーの近くで発見されている。そのうちの一つは、 モササウルス類と格闘している状態で発見された。マウイサウルスガルドネリマウイサウルスガーデナーは1877年にホークストーンのグールトクレイから発見されたいくつかの脊椎と大腿骨に基づくが1962年にサミュエル・ウェルズが出版した主張流類のオーバービューの中で不要名とみなされた。マウイサウルスの名はニュージーランド先住民のマオリ族の 神話に登場する阪神マウイにちなんでいる。マウイは釣り針を使ってニュージーランドの土地を海底から引き上げたと言われている。種商名ホスティは1870年に最初にマウイサウルスを発見したジュリアス・ハーストへの懸命である。その標本は1874年に記載された。マウイサウルスはニュージーランド産の数少ない古生物の一つであるため、 一般国民によく受け入れられた。1993年10月、ある切手のセットが一般に販売された。それは他の多くの恐竜その他の個性物を描いたもので、マウイサウルスは1.2ドルの切手で獲物を買っている様子が描かれた。ありがとうございます。